ができる前ちょっと前にプロセッシングとかはまだあった時にえとその前に僕はプロセッシングみたいなライブラリーみたいなやつを C プラでできないかなと思って作っててでその後本当に OF のコミュニティに深く関わるっいうか。 ジョインするようになったのは日本語の本を書かないかみたいな依頼があってその時にいろいろ勉強勉強じゃないかまあ勉強したり調べ物をしたりとかどっちかっつうとバックアップで置いてますね <laughs>。でも たくさんライブラリはやっぱ英語のドキュメントがありで,でさらにプログラムってな,なってると、えっと、普通始めようかって思うときにハードルがもうすでに2段ある状態で日本の人はスタートするので,で結構ネイティブじゃない人にとっては。 壁は厚いと思うんですけどなんで逆に逆の言い方をすると本当に好きな人だけやってるっていうのでなんか友達の面白さ具合みたいなのがわかりますね <laughs> <laughs> オタク具合というか、うん、どうもうあ最近そういうすごいピュアなギークとしか わなくなくっってしまったので忘れがちなんですけどふとした表紙で「あこの人たちはすごい変なんだ」っていう時があってまあどうどう、まあ、苦労をいとわないかったりとか寝なくても大丈夫だったりとかっていう <laughs> まあどこにでも多分いると思うんですけどあとそうですね苦労話がやっぱ一番面白いですよね喋ってると。 とこの場合は大きく分けてやっぱ2つのパートがあってコマーシャルなことをやるときと自分のことをやる時っていう時、はい、で個人的なことをやるときはもう制限がないので本当何をしようかなってところがすごい長くなっちゃうんですけどなんとなく書いた やつに次足し,次足しというかすごいセッションっぽい感じで自分の中でプログラムの帰ってきた結果に対して「アジア付きはこうで」っていうので作っていくことが多いですね。はい大丈夫とコラボレーションというかあの基本的に。 コントロールででききないいもののと一緒にやるっていうのは結構好きでプログラムも例えばこの数字をちょっと変えたら変わるんだけど間違って間違ってじゃなくても大きく変えちゃったらどうなるんだろうって,言ってその結果がまた大きく変わってでそれを見た時にあこれはいいものか悪いものかみたいなのかを見極めてでそれを 残す残さないっていう,うなんでしょうねコラボレーションしてるのか選択してるのかはちょっとよく分かんないけどでも決断をすするっていう感じですかね <laughs> そもそも最初は音楽が作りたかったんですけど <laughs>、えー、音楽を作るためにあのソフトを作る。 というのをやっててでもその音と同期した映像も一緒につけたらいいなと思って映像をつけてだんだん映像の方が面白くなっちゃってきちゃって今に撮るっていう感じなんですけどたくさんの中から選んだっていうよりは自然にいろんなことをやってるうちに。 こっちちに来ちゃっったなっていう感じはしますねすごいシンプルな描画の方が好きなんですけど既存のソフトでやってくれないことが多いのとあと覚いろんなことを覚えるより作った方が早いっていう時もやっぱりあってで自分はさっきも言ったけどシンプルな方が好きなので。 っちの方が早いっていうことになりました。と興味深いもの美しいもの便利,便利なものであれば美しいものがいいなと思います。<laughs> はい、ありますねあの本当にポイントが分かんなくてですごいマニュアルみたいのを印刷して読もうとしてたんですけど。 まあ英語も分かんないしどうしようかなって本当になんか何かを一つでやるたびに一月ぐらいやっぱかかってましたよね。はい、<laughs> 解けないとすっごい思ってた時はまあ基本夢に出ますよね <laughs>。夢に出て夢に出た時は幾何学のものだったんですけど。 このこれとこれとこれがこうなってそれでこれがこうなってって考えながら寝るとなんかあ「あ溶けた」っつって起きて「あでもやっぱりダメだ」っつってでまあある日溶けたんですけど。<laughs> はい、と時間にしろこのプロジェクトのなんつうのかねプロジェクトマターの限界にしろ一応。 でも限界があるのはやっぱいいことだなっていうのは思ってて限界がないと無限に作れちゃってしまうのでとやっぱ無限にこう締め切りを伸ばせてたりすると多分いろいろ欲が出てきてじゃあこれもやりたいからこれもつけようこれもやりたいからこれもつけようっていってなんかどんどんシャープじゃなくなっていく感じはしていて。 なんで、まあ、くぐりがあったときにそのフィニッシュの瞬間っていうのが多分一番客観的にものを見てる状態だと思うんでその工程を踏まないものっていうのはちょっとないかなって思いますよね。と「第二ライオット」を作った時は基礎人の千坊さんとあと友達のサウンドアーティストの沢井さんっていう人がいるんですけど。 その2人が意気投合してまず始めたプロジェクトで多分その2人で飲みに行ってた時に盛り上がっちゃって急に自分に電話がかかってきてこう,こ,うこ,うこういうことなんだけど作ろうよみたいな感じでで参加することになったっていうのでその時になったっていうのでその時のコンセプトの話をされたんですけど確か。 えっとなんか地震があった直後ですごいみんな暗い気持ちになっててで何か何をしたらいいんだろうよくわかんないよくわかんないかなんか走りたい走る用のアプリを作ろうみたいなそういうコンセプトで僕は電話で聞いててあっすごい面白いですねみたいなことになっちゃって。 まあ最初最初みんな怒鳴ん出てきたつって見てたんですけど、僕が一番好きだったのはこのライトが音に合わせて光るんですけど、それで猫を撮ったら猫の目がピカ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 ってなってるっていう地味なやつが一番好きです。どっちかっつうとバックアップで置いてますね。でもなんか自分がバックアップだと思って置いたソースコードをみんなが あこれれはいいっつって使って使くれたりしてでかも最近はもっとこうした方がとかいう話もあっていうリクエストとかも来たりして最初は本当どのコンピューターでも使えて便利だなと思ってたのがなんかどんどんみんなのものになっていく感じみたいなのはちょっと面白いなと思って多分そこが一番公開するときには重要なポイントになるんじゃないかな 思ってますけど